NGC2857 オグマ座は北天の星座でトレミーの48星座の一つ。オグマ座の一部としては腰から尻尾に当たる七つの星は日本では北と七星と呼ばれ様々な文明で飛翔やスプーンに見立てられた。ベータ星とアルファ星の間隔を約5倍すると大体ポラリスの位置になることから世界的に旅人や航海者にもよく使われた。 また、ミザールとアルコルの二重星は、古来、この二星を見分けられるかが、兵士の視力検査の基準にもなったという。6つの二等星があるが、すべて北斗七星に集中しているのも、特色で、熊の胴体を構成する星は、すべて三等星以下となっている。以下の北斗七星の七星のうち、デルタ星以外は、すべて二等星である。北斗七星以外にも、 国際天文学連合が固有名を定めた構成も多い。その他有名な構成としては以下の星がある。これら三つの天体は小型望遠鏡でも見ることができる。この星座は銀位が高いため我々の銀河系の構成や星間物質に邪魔されることが少なく多くの銀河を見ることができる。十頭より暗い銀河が五十個ある。女神ヘーラーによって 熊に姿を変えられたカリストの話がよく知られている。オイデウスの変身物語中では以下のエピソードが語られている。カリストはアルカディアをリカオンの娘でアルテミスの従者として諸女を誓い狩りに明け暮れる生活をしていた。ある日、子立ちの陰で身を休めているところをゼウスに見染められ、ゼウスはアルテミスの姿を借りてカリストに近づいた。 驚いた彼女にゼウスは真の姿を現し、彼女の抵抗をものともせず、思いを遂げた。彼女は男と交わったことがアルテミスに知れるのを恐れて、このことを隠していたが、数ヶ月経った、ある暑い日、狩りの最中に、アルテミスたちと目浴をすることとなった。しぶしぶ衣服を脱いだカリストだったが、結局、ゼウスの子供を身ごもっていることが知られてしまった。 誓いを破られたことを知ったアルテミスは憤慨し、彼女を放逐した。そして、カリストーが息子アルカスを生んだ際に、そのことがデウスの非ヘイラーに知られてしまう。嫉妬と怒りに狂ったヘイラーがかけた呪いにより、カリストーの真っ白な腕は黒い毛皮で覆われ、両手は湾曲して、鍵爪が伸びて、獣の前足となり、 ゼウスがとりわけめでた口元は巨大な獣の顎となって、喉からは言葉の代わりにおぞましいうなり声しか出せないようにされた。彼女は元の美しい容姿とは似ても似つかぬ熊の姿に変えられてしまった。15年後、森を徘徊していたカリストーは立派に成長して歩かすと出くわしてしまう。カリストーは息子であることに気づき抱きしめようと近づいたが、 それが実母であるとは知らないアルカスは、後ずさりし、彼女を槍でつこうとした。これを見たゼウスは、旋風を起こして二人を天にあげ、カリスト王を大熊座に、アルカスを牛飼い座へと変えた。ケーラーは、カリスト王が星座にあげられたことでさらに起こり、海の神であるテーテウスとオーケアノスに頼み、彼女が北の海に降りて休むことを許さず、ずっと沈むことがないようにしたという。 そのため、北半球の中緯度地域では、オーグマ座は終局星となり、地に沈むことはない。ニセエラトステネスは、カリストーを熊に変えたのは、ヘーラーではなく、アルテミスであるとしている。熊に姿を変えられてから数年後、アルカスに追われた、カリストーは、侵入した者には、死の罰が与えられると定められた、ゼウスの神殿にそうとは知らずに逃げ込んだ。 それを哀れんだゼウスは彼らを天に挙げたという。紀元前3世紀頃のギリシャの詩人、アラトスは、著書、ファイノメナで、陸帝んで、ゼウスを育てたニュンペ兵のヘリケイの姿であるとする、話を伝えている。ヘリケイは、キュノスラと共に、ゼウスの父クロノスからかくまって、ゼウスを養育したことを称えられ、ヘリケは、大熊座に、キュノスラは、小熊座になったとされる。 ありがとうございます。